スーパーに売ってあるやつでもう普通にこのくらいはだったらできるんで、はい、ちょっとですね、今日は料理というかちょっと盛り方をちょっとやっていこうと思ってるんですけど、こんな感じで最近ですね、冬場になったらスーパーでこのカニが出回るんですけど、ですね、カニとあと白菜を渋一で、豆腐は木綿で、キノコを2種類と、あと柚子がもしあれば柚子ですね、はい、あと普通のあの既製品のうどんと、あとネギと、彩りで人参を、これをですね、ちょっとあのご家庭でもちょっとお店っぽくちょっと盛れたらいいかなと思ってちょっと動画にしてます。盛り付けだけになるんですけど、もしなんか参考になればですね。でちなみにあのこのカニはあの冷凍をですね、そのまま常温に置いといて溶かした方がいいですね。この水当てたりしたらちょっと味が抜けていくんで、でそれでやっていきます。はい、じゃあですね、今回白菜はですね、ちょっと巻き白菜をしていこうかなと思います。ちょっと渋一はちょっとやりにくいんですけど、ここのですね、ヘタの方をこう落としてもらって、まあこれはもう捨てます。はい、あとはですね、上の方からもうバラしていきます。もうバラすだけですね、今回は。ですね、巻き白菜どういうので使うかって言ったらですね、あの白菜から結構、白菜をそのまま鍋に入れたら結構白菜から水分が出るんでですね、それであの巻き白菜っていうやつを作っていきます。ただ湯がいて巻いていくだけなんですけど、でこれでバラしたやつですね、はい、こちらの方ちょっと洗っていきます。はい、あとちょっと人参のちょっとちっちゃいやつがあったんで、これでちょっと飾りを、はい、こちらの人参でちょっと飾りの方を作っていきます。鍋、まあ、時期的にもよるんですけど、あの鍋って言ったらですね、何でしょう、まあ、梅とかでもいいのかな。ちょっと人参がふにゃふにゃしてるんですけど、こんな感じのやつをですね、じゃあ風車にします。このまんまですね、こっちからこう包丁入れてもらって、外側だけですね。でここに包丁入れたんで、次はこうちょうど直角になるぐらいにですね、こんな感じで、で上だけ切ります。ここですね、このくらい。これはもうすごい簡単なんで、はい、今こんな感じでですね、 1,2,3,4 箇所この外側だけ包丁入れてます。これをですね、ぐるぐるっと剥いていきます。ですね、コツはですね、ちょっと分かりにくいんですけど、合うかな、はい、こっからこういう風にですね、包丁を入れていきます。この角っちょからですね、もう1回でこのぐらいの大きさだったらですね、ぐーっと人参をこう丸めてやる、こんな感じ でこれを全箇所入れていきます。8、はい、あまりうまくないですけど、こんな感じでですね。でこの端っことかはなんか違うのに使ってください。ちょっと今回はもう3つします。そしたらですね、ちょっともうちょっとあの一手間加えたかったら、このまんまですね、ここまっすぐでいいです。まっすぐこのくらい包丁してください。斜めにちょっと、で全部斜めにしてから、3、今8箇所入れたんで、あとはここをですね、斜めに削いでいきます。こんな感じでカチッと包丁が当たるんで、そしたらこういう風にしてあの段が出来上がっていくんでですね、はい、こんな感じでですね、これまっすぐ入った包丁、まっすぐ入れて切ったやつとか、これちょっと丸っこく入れて切ったやつとか、こういう風にですね、表情がちょっと変わるんで、あのこれひっくり返してもらってしたやつとかですね、こっちはひっくり返してしてるんで、こんな感じでですね、はい、そしたらですね、巻き白菜作っていきます。沸騰したお湯にですね、塩入れてもらって、白菜をこの根元から入れます。この目的はですね、あの確かに白菜の栄養とかはちょっと出るとは思うんですけど、目的は、白菜の水分をですね、鍋の中に残さないようにするやり方で、あの今回は白菜だけで巻きますけど、中にあの春菊を巻いたりですね、あの人参を巻いたりとかします。これも結構鍋屋さんとかですね、やられてるところは あると思います。結構まだ今もですね、これもですね、やっぱあのフグ鍋とかはよくあのこういうふうにあの巻き白菜っていうのを使ってやるところが多いんですけど、まあ、ご家庭だったらちょっとなかなかしないんでしょうけど、まあ、これがちょっと嫌な人はですね、そのまんま白菜を刻んで入れてください。
特にあのですね、料理はやっぱりあの答えがないんで、こういうやり方もありますよっていうぐらいで見とってもらえればいいと思います。ね、こういうのもあの言おうと思ったら何とでも言えますもんね。やっぱあの白菜の栄養がもったいないとか、鍋を洗う手間がとか、やっぱりあのこの湯がく手間、それを考えたらですね、やっぱ手間暇なのかなと。手間暇をかけたからって言って美味しいかって言ったら、それも人それぞれですもんね。でも今回はもうあのご家庭用なんで湯がくだけなんですけど、本当はですねちょっとここをですねそぐんですよね。そういうやり方もあります。はい、白菜湯がいたんでですね、もうこの捨て湯で一緒にこの人参を軽くもうボイルしときます。もう生の人参、お店とかはですねもう生の人参乗せるんですけど、やっぱちょっとあの人参臭いんで、ここで一回ちょっと軽くボイルしときます。はい、でもうついでと言ってはなんなんですけど、もうこの白菜湯がい本当やったらですね水変えるんですけど、もうこれでですね、ちょっとあの既製品の麺もですね、これあの湯がいてからあのほぐしときます。はい、ある程度ほぐれたらですね、これも最近あのスーパーに売ってあるうどんの麺とか結構やっぱ美味しいと思うんですよね。やっぱ昔とは全然既製品の質も違うなぁとは思うんですけど、どう思いますか。結構やっぱうまいですもんね。はい、そしたらですね、まあ木綿でも絹でもいいんですけど、まあ鍋野菜は木綿の方が自分は好きですけどね、まあ、そこら辺はお好みで、柔らかいのが好きな人はですね絹ごしでも大丈夫と思います。こちらですね、あの水切ってからあのバットにあげときます。はい、もうあの押さえなくても大丈夫です。もうそのまんまですね、もうただ切るだけ。はい、ご家庭の味方のえのきですね。えのきですね、あの種類によってはですね、どこカットしてくださいとか書いてあるやつがあるんですけどね、これもギリギリでカットします。はい、こっちもですね、あのギリギリはここは食べれるんでですね、もうほんとギリギリまでここのですね、こういうのも全然食べれるんでですね、こういうのはもうちゃんと取っとった方がいいです。このちょっと一番根元のここだけはですね、ちょっと口当たるんで。はい、そしたらですね、先っぽがだいたいひっついてると思うんですよね。でここをですね軽くこう手でこう、あのボロボロにするやり方はもうこっちにあのまな箸をですね、こうバーってこう線引くようにしてほぐすんですけど、今回鍋なんで上の方からですね、上の方からこうほぐしていきます。こう塊ごと食べれるようにですね、こんな感じで上の方からこううまいこと、一足で5個ぐらいは取れるとは思うんですけど、ちょっとここは鍋用なんで固まってた方が自分はいいかなとは思います。はい、椎茸もですね、もう鍋で使う場合は、まあ、一番簡単なやり方はもう石突きのこうギリギリを切ってですね、もうほとんどあのハウスモンだったらあれなんですけど、原木椎茸の場合ちょっと中にちょっとゴミが入ってる場合があるんで、こう包丁でこうやって叩いてください。そしたらほらこんな感じで出てきます、ゴミが。食べても問題はないんですけど、一番簡単なやり方はもう真っ二つですね。この状態が自分は好きです。はい、ゴロッと食べれるんでですね、今回は一応飾りをやっていこうかなと思います。飾る場合はですね、もう石突きはのかします。でまあここだけ取ってもらえればこっちは食べれるんで、これが可食部ですね。こっちが可食部で、ですね、石突きですね。このまんまやったらあれなんで、もう真っ二つに切った方が自分はいいと思います。鍋にもし入れるんだったらですね、ちょっと丸ごとゴロッとしとくよりもちょっと切った方がいいとは思います。これはもうお好みなんですけど。はい、じゃあうちにあるですね、一番切れない、多分切れないであろう。自分は全く使わない包丁なんですけど、なんて書いてあるのかな、関孫六さん、多分ホームセンターとかに売ってあるやつ、全然研いでないです。なんか切れないんじゃないかな。うん、はい、じゃあ簡単な飾り切りですね。飾り切りするときですね、もうすでに椎茸で決まってるんですよ。あのこういうボコッとほらなってる椎茸は使いにくいです。だからできるだけまん丸のやつをですね、ちょっとですね、手でですね、親指と人差し指でこうつまんでやりながら、ちょっと手を切らないようにですね、こう V を入れます。
はい、これも可食部なんでですね、あのなんか味噌汁とかに入れてもらえれば。一番自分が綺麗かなと思うのは1本、今2本入りましたよね、1本2本10時3本、これもあの包丁をですね1回でこう11って感じ、4本そしたらこう綺麗に、ほら椎茸がやっぱ綺麗だとここの三角が綺麗になります。でなおかつこれもう一回ちょっと面倒くさいかもしれないですけど、これ結構綺麗なんですよね。あと間にですねもう一本ずつ入れていくっていうやり方なんですけど、ちょっと面倒くさいっていう人はちょっと何もき、この飾り切りはですねあくまでも飾りなんで、こんな感じでですね、どうですか。はい、まあ好みとは思うんですけど、こういうのが自分は好きですね。はい、ヒットはまあいろいろあるんで好きなやつをですね。でやっぱあのちょっと広げ、少しあまりにも広げたら形がおかしくなるんで、なやっぱ斜め45度が一番綺麗かなと思うんですよね。一番オーソドックスなのは2本3本ですね。これも1回グッとこんな感じで、そしたらすごい綺麗な飾りになります。1、2、次は4本、あちょっと包丁がやばいですね。では次はですねちょっとあの細めにいきましょうか。はい、こんな感じ。次広め、はい、広めにしたらこんな感じですね。はい、なんでですね、あの本数を変えたりバランスを変えたりして、こんだけもうただ即席でもですねこんだけできるんでですね、これからまあもう無限ぐらいに多分バリエーションが広がると思うんですよ。包丁の角度を浅くしたりですね、ちょっとまあ普通ですね。であの本数を変えたりとかして、こっちはちょっと角度をですねちょっとこう斜めに照らしてしたら、こんな感じでいろいろできるんでですね。はい、ネギなんですけど洗ってもらってですね、もうあの一般的にはもうこのくらいの大きさだったらもう棒状に切った方が早いんですけど、一応せっかくなんで、まあ、普通の切り方だったらですねこう斜めに切るやり方ですね、こうハスに切って、はい、これがもうごく一般的な切り方とは思うんですけど、ですね、ちょっと変わった切り方ご紹介しましょうか。変わってもないかな。まあ鍋野菜では使うんですけど、あとですね、ちょっとこれ包丁切れないんで変えますね。あとはですね、よく鍋野菜で自分らは使うやり方なんですけど、これでですね、こんな感じでですね、細くあのハスに、ハスって言ってたら斜め切りのことですね、ハス切りで、ハス切りとかささ打ちとか言うんですけど、ちょっと水でですね、こうボウルの中でこうさらしてやってですね、あとはもう軽く絞って使うんですけど、
これもですね、よく懐石の鍋とかでは使ったりします。これはあんまり使わないんですけど、これでですね、切り離さないでこんな感じでですね、こんな感じで全部下駄履かせた状態でですね、ちょっと待ってミプ、ご飯だろう、はい、はい、こんな感じでですね、切れ目を入れます。でひっくり返してもらって、逆にも蛇腹ですね、ネギの蛇腹です。ちょっと食感が変わるんで、これも面白いですよ。まあちょっと好き好きなんですけど、これはこんな感じでですね、もう蛇腹に打ったやつをまっすぐ切り揃える感じですね。はい、こんな感じでもう切れ目が入ってるんで、もう鍋に入れたらもうすぐ食べれる状態です。はい、緑色の部分ですね、半分に切って、半分っていうかもう片一方だけこんな感じで包丁入れます。そしたらこれを手前にしてですね、ちょっと軽く押してもらって斜めに切るだけです。はい、これはネギ系だったら全てのネギでできます。よくカモメとか言ったりするんですけど、ちょっと水にさらしたらですね、こっちが巻くんですよね。ちょっと水でさらしておきましょうか。はい、湯がいた白菜ですね、これもうさらしたやつですね。あ、さらしてはないです、氷水の中に入れて、もうちょっとご家庭だったらちょっと生ぬるくても大丈夫と思うんですけど、でこの巻き巣の大きさに合わせて外側にですね、こんな感じでこれギュッと絞ってください。で人参とかを入れる場合はですね、ちょっとこの細長くして芯に人参とか春菊とかを巻くやり方がオーソドックスです。はい、これをですね巻いていきます。手前からグッとグッと力入れてもらって、水分がすごい出るんでこんな感じでグッと、こんな感じになります、巻き白菜は。でこれでですね、両端を輪ゴムで縛ってこう立てときます。そしたらまた余計な水分が全部出てくれるんで、鍋に入れたらもう温めたら食べられるだけっていう状態です。はい、この絞り切った巻き白菜ですね、こうお店で使う場合は端っこを落とすんですよね。で今回もちょっと落としはしますけども、そのまま鍋に入れます。ここをですね、端っこを落として、一番こういうのの簡単な切り方って言ったら、3等分よりも真ん中の方が切りやすいんですよね。真ん中を自分でこう決めてもらって、真ん中を自分で決めてもらって、大体真ん中かなって切るじゃないですか。でここでこう合わせてみて、あ、真ん中だったなみたいな。真ん中の方が全然切りやすいんで、真ん中真ん中で切っていきます。はい、これはもう目分量です。なんでこっちでですね、手でこう調節して、大体半分ぐらいを目安に、ここかなと思ったらそこで包丁ですね。ちょっと包丁を一瞬止めてやったらですね、バランスが見やすいです。よく自分の動画も止まってると思うんですけど、一瞬ですね、飾り切れするとき、その時に目で見て確かめて OK なら切るみたいな感じです。はい。ちょっとまだ水分がちょっとできてなかったんですけど、こんな感じです。巻き白菜はですね。で、最後は逆、こっちですね。ちょっともうちょっと強く締めた方がいいんですけど、巻き白菜って言ったらこんな感じで使います。はい、すいません、ちょっと柚子を忘れてたんで柚子をちょっと切ります。柚子はですね、もう飾りでしか使わないんで、柚子ポンの場合はですね、ちょっと果汁を絞って入れてもいいと思います。ちょっと皮をですね、ゴイッと取ります。柚子はもう風味と彩りですね。でこういう風にして取ったやつ、これちょっと大きい柚子なんですけど、こっちをですね、親指と人差し指でこうグッと、こういう風になってるんで、
親指と人差し指でグッとこう押してやります。押してやって手を切らんようにしてくださいね。押した状態で中だけを浮かせるんですよね。浮かした状態で包丁をジグザグ、この包丁の先に手を置いたらいかんっては言うんですけど、こういうのはもう包丁がこう来るのが分かるんでですね、こんな感じでこうジグザグしながら指も一緒にずらしてやるみたいな。そしたらまあ手切ることはまずないとは思います。これも包丁の使い方なんですけどね、こう進めるときもこうやってから、はい、これでですね、ちょっと簡単な飾りを作っていきます。ちょっと上下左右をですね、こう四方を揃えてもらって、ここでなんとなく四角にしてください。はい、あとはですね、松葉です。折れ松葉、松葉はですね、昔から縁起物でこう枯れて落ちても2つ一緒みたいな、これがまあ一番簡単ですね。極端な話ですね、水門とかに吸い口で入ってるやつとかはですね、こういう風にですね、折り紙って言ってこういうのでも入ってるんですよね。こういうのでもいいんですよね、鍋の飾りで。でちょっとポン酢の中にポコッと1個落とすとか、そういうやり方もあります。飾り切りもですね、いろいろこう意味があって、多分今までずっとこう やられてきた方はですね、やられてると思うんで、その意味を知ってするのと知らんでするのはまた違うかな、知ってしたらちょっと面白いかなと思うんですよね。はい、こんな感じですね。これ変形です、変形松葉。あとはまあ一番オーソドックスなやつでですね、こう、まあ、一文字っていうのがあるんですけど、読んで字のごとくですね、もうただまっすぐ切っただけ、もうちょっと細長いんですけど、こんな感じの普通のただの細長い飾り物もあります。はい、じゃあですね、野菜の方を持っていこうと思います。カニの方ですね。で器はですね、結構やっぱ向きとかがあるんで、後ろのですね文字あるじゃないですか、これは、向きとは関係ないです。なんでもし向きがわからないようだったらですね、中の絵とかを見てもらって、その絵の方向っていうのが大体これだったらですね、多分鳥がこんな感じなんで、こっちが正面ではないんですよね、多分なんですけど、多分こっちが正面と思うんで、こっちが正面ですね。はい、今日はですね、皿に盛るんじゃなくて、ごめんなさい、ザルに持っていこうかなと思います。ですね、ザルもですね、目があるんですよね。分かりますかね、こうです。これ横にこう張ってるじゃないですか、まあこう縦線もあるんですけど、基本的に和食の場合はですね、こう横です。お弁当箱とかも見てもらうと分かるんですけど、横線の方が手前になります。なんで向き的にはこうだったらおかしいんですよね、こうです。はい、なんでこっちが正面になりますね、こっちかこっちですね。これで持っていきます。はい、そしたらですね、カニ鍋用なんで、もうカニが主体になるんで、カニを手前に出しますね。こんな感じで巻き白菜をですね、でその上にまた巻き白菜を、はい、これでいきましょうか。で後ろ側もちょっと余白を開けてます。そしたらですね、こっちにもうちょっと手前かな、ちょっと量が量なんで、もうちょっと手前にやります。このくらいかな。はい、そしたらですね、豆腐は脇役なんで、横にこんな感じでですね、はい、ずらします。そしたらですね、ここもちょっと春菊あったらよかったんですけど、今日春菊忘れて、春菊の代わりって言ってきたらなんですけど、ここにしいたけ、えのきをやっとですね、種類ごとに1種類ずつですね、こう鍋で綺麗に盛るのは1種類ずつ固めた方が綺麗です。豆腐を散らばすとかじゃなくて、ここにはこれ、ここにはこれみたいな、
と巻き白菜の数があったんで、ここの下に敷いて、はい、ここにじゃ中心にちょっとネギを、ネギがちょっと隠れてしまいそうなんですけど、ネギを、はい、ネギを置きます。ちょっと蛇腹に切ったネギを上に重ねましょうか。はい、これあくまで一例なんで、あここいいなと思うところだけ使ってもらえればですね。で、一番最初に白菜湯がいた後にうどん湯がきましたよね。うどんをですね、まあ、うどんでもちゃんぽん麺でも何でも春雨とかでもくず切りでもいいと思います。はい、こんな感じですね。これで土台を作ってやります。はい、そしたらですね、こちらがですね、さっき笹打ちにしたネギなんですけど、軽く絞ってですね、今回はここに置きます。こんな感じで、これも美味しいんですよ。これを鍋に入れたらですね、シャキシャキっとしてですね、こういう切り方は家じゃあんましないと思うので。はい、カニ持っていくんですけど、このカブラの部分ですね、カブラの部分を、まだ溶けてないな、ちょっとカブラの部分をですね、後ろに持っていきます。カニはやっぱりカニとかエビとかっていうなら赤身を見せた方がいいんですよね。赤身をきれいに、だからこのメインのですね、このでかいやつとかは一番手前に来るようにして、かぶらで台を作ります。後ろに、まあ、これも決まりではないですよ。自分が思うやり方なんで、こっちの方がきれいっていうやり方なんですね。こういうちっちゃい爪ですね、ちっちゃい爪をもう奥の方に隠してしまいます。はい、こう固めてやるような感じですね。あとはこのメインをですね、ど真ん中にこう上手に、綺麗なのを手前にして、ちょっと崩れたりこういうのはですね、できるだけ奥に隠してやるみたいな。結構料理って第一印象がすごい多分重要なんですよね。見た目じゃないですけど、なんでうわーって思わせれるような、そんな感じのですね、一番いいところを見せるみたいなと思います。まあこれも人それぞれなんでしょうけど、パーツパーツで寄せてるじゃないですか。この豆腐は豆腐、かぶらはかぶらで、足は足みたいな。ここでですね、飾りはですね、ばらします。この椎茸とかはですね、これがまた決まるんですよ。まあ、正面とか奥とかいろいろあるんですけど、できるだけですね、こうバラしてやる。わかります？飾り物はですね、ひっつけない方がいいんですよ。で、カニが赤いんで、人参とかこう赤いやつは できるだけ白いところの方が目立つんですけどね、まあ、ちょっとこんな感じで。でさっき使ったこのほら椎茸の石突きとかはですね、ちょっと後ろの方にポコッと置いとってもらえればですね、もったいないことはないんで、見えないところにですね。はい、そしたらですね、今回はあとは柚子ですね。柚子を飾ります。柚子は黄色なんで、結構どこにでも合うんですよね。こんな感じで散らして、生麩とかがあったらですね、すごい可愛いんでしょうけど、ネギの簡単な飾り切りしたじゃないですか。こんな感じになります。これもですね、ちょこっとだけでも、はい、どうでしょうか。これでですね、もう本当スーパーに売ってあるやつで、もう普通にこのくらいだったらできるんで、今回のちょっとあれはですね、春菊がなかったってやつで、春菊ですね、ここのカニの後ろに、カニの後ろ側にですね、こう刺してやったらすごいいいと思います。春菊入れるときはよく洗って頭を揃えて並べてください。そしたら決まります。はい、根元を揃えたら決まらなくなるんで、これでですね、ぜひちょっと家でも
家でもというか全然普通にできると思うんでですね、こんな感じで持ってみてください。これ結構驚かれると思うんで、ぜひですねやってみてください。はい、今日の動画は以上です。